こんにちは、アートクレイチャンネルのジンです。今日はですね、一枚一枚にレーザー加工によって緻密な模様を表現したフレキシスタンプをご紹介します。このシートはですね、皆さんのお手元に届いた時、若干表面が白っぽくなっていますので、中性洗剤で、しっかりとその表面の汚れを取っておいてください。このシートだと分かりやすいんですが、こっちは洗った状態、こっちは洗ってない状態ですね。中性洗剤で洗うことによって汚れを取ることができます。で、洗ってない状態で、銀粘土を転写するとどうなるかというと、ちょっと分かりづらいかもしれませんが、グレッシュな感じに焼き上がってしまいます。これはですね、シートについていた汚れが、銀の表面にくっついて焼成をされてしまうので、銀が変色をしてしまうんですね。もちろんステンレスブラシで磨いていただければ銀肌は出てきますが、模様の細かい部分というのは取りづらいので、事前に中性洗剤で汚れを取っていただくことをお勧めします。それではですね、実際の作業について説明をします。作業前にはオイルを、シートに塗っていただいて、模様の隅々までオイルをなじませてください。粘土の剥離性を良くするためです。準備をするのは2ミリ厚に伸ばした銀粘土です。銀粘土を、取りたい模様のところに置きまして、今度は1ミリ厚のプラゲージを置きます。そしたら、クッキングシートをかぶせていただいて、定規など平らなもので、しっかりと押し付けてください。そしたらですね、ローラーで、厚みを整えましょう。最初からローラーで伸ばしてしまうと、模様がずれて転写されてしまうので注意をしてください。模様は全部で21種類あります。ぜひお好みの模様を探して、チャレンジしてください。